銅弾ツ,ツジは、筒子か銅弾ツジ族ツツの植物。銅弾は、枝分かれしている様子が昔、夜間の明かりに用いた灯台の脚部と似通っており、その灯台から転じたもの。満天性の表記は、本種の中国語名の表記をそのまま引用し和名の銅弾ツ,ツジの読みを当てたもの。1991年2月に発見された。 小惑星6786には本種にちなみ、銅弾筒子の名が与えられているが、これの漢字表記は、満天星の表記が採用されている。落葉紅葉樹。低木で、大きくても3メートルほど。日本の本州、四国、九州の温暖な岩山に生えるが、自生地は少ない。庭木や植え込みとしてはごく普通に植えられる。寒冷地でも耐えるが、 関東異聖の温暖な地に多く植えられる。牡蠣は葉が出てから約1週間後。果序は三型果序である。花は白色、釣り金のような感じで5ミリメートルほどの大きさ。葉は菱形に近く、大きさは通常約2センチメートル。大きなものは約5センチメートルになる。筒子化の特徴として根が浅いので乾燥に弱い。 紅葉と見ごろが多い。紅葉は寒冷な地で10月中旬から11月上旬頃、温暖な地で11月中旬から12月中旬頃であり、真っ赤に紅葉する。銅弾筒子の品種に葉が広い広葉銅弾筒子があるが、自生地ではむしろ広葉銅弾筒子のタイプが多く、同一場所に両者やその中間型が混在して見られるため、 厳密に区別する必要はないと思われる。かなり強く剪定してもよく耐え、樹形を自由に調整できるため古くから、生け垣用の植物として好まれ庭に植えられてきた。また、公共の公園や街道筋さらには、学校の校庭などに植えられることも多い。木本であるが樹高が低く場所を取らないため近年でも、庭木としての人気が高く現在では禁煙種の サラサ道団などとともに、町の花店やホームセンターの園芸コーナーなどでも、複数の品種が流通した安く、苗を入手できる。本種は古来より有毒であると言われ続けてきた。これは、比較的近年まで続いていたことであり1980年代、以前の植物図鑑などには本種を有毒とする表示の、あるものも多数存在した。 しかし、実際の中毒事例は、人は元より家畜や、ペットなどの動物を含めても全く報告事例がなく、さらに分子科学的解析が行われても、該当するような物質が全く見当たらず現在では、単なる迷信であり本種は無毒であると結論付けられている。しかし、ツジ科の植物には、実際に有毒な植物も多く存在する。それらの中には、アセビアネジキなど、 本種のように白い小さな花を多数つける植物もあることから、おそらくはそれらと同列しされ有毒とされたのではないかと考えられる。また一般では猛毒草であるスズランに似た花をつけることから有毒と言われるようになったのではないかとも言われているが、信憑性は低い。本種と似た同族植物にサラサドダン、海南サラサドダンがある。 これらは、相乗果女であることや、花にピンクのラインがあることから本種と区別できる。花の色が赤みが強いものに、ベニサラサドウダンがある。ありがとうございます。